これがなんかやたらシェイクローシェイクローって言ってるやつですね。はい、11月の23日に発売になるエンジンの新しい、僕の監修のワーム、これがシェイクロー2インチです。どんなコンセプトですか？まあまずその秋にバスのワームをリリースするのってあんまりないんですけど、はい、前だけにリリースするのは冬のディープで使ってほしいからなんですね、はい、適合のルアーがジグヘッド、はい、スモラバー、あとダウンショット、ライトリグ、はい、まあ、ライトリグ全般使えるんですけど、はい、まあ、スモラバーとかジグヘッドでディープをこうスローに引いてもらうのがまあメインコンセプトで使ってます、はい。で、あとまあ動画とかで三島とかで結構釣ってるのは、まあ、スモラバのミドルソーですね。で、ディープ狙うときにホールでこの逆アームがかなり、この1個だけついてる逆レッグがプル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 して落ちてって、はいはい、あとはこの2つの爪がシェイクで折るドライブするわけですね、はい。その具体名は何とも言えないですけど、僕はドライブこういうかなりドライブシェイクロー、まあ、シェイクで日々に大きくリズムを出すと、はい、でこういう黒木のワームをそのスモラバントレーラーにして中層を狙うっていうのってあまりみんなやらないと思う、はい、違ってばシャットテールだったりとか、はい、ストレートのワームをつけたりとかするのが多いと思うんですけど、はい、このシェイクローはそのスイミングさせたロッドアクションでこう上下にしっかり水を動かすんで中層でも使うことができる。だから僕は結構その夏とかでも使ってましたよっていう感じですね。ただこれからの時期ボトムにつけてシェイクさせてあげてもこうしっかり刺すので冬でも釣れますよね。で、まあ、冬にも使ってほしいんで、まあ、黒地の、はい、そういうまあ結構まあ亀山くん引くだったらああなるほどねっていうような色をラインナップしてる。シルエット、色は全部で6種類です、グリパンブルー、スカッパノンブルー、黒、スモーク、あとまあダッピーエビっていう色、まあ、そのダッピーエビとかスモークはスモール結構火花でも釣ってるんでスモールでも使えるように、であとはミミズ、はい、でミミズカラーを入れたのはカバーの中でライトテスターとかスモラバで使ってほしいっていう。でミミズカラーって結構色が強い色なんでカバーの中に入れても目立つ色が強いのでカバーの中の暗いところでもいいですよっていうイメージです。で、あとはミミズカラーもしかしたら冬のディープで結構余るんじゃないかなと思って、まあ、僕のトライアルっていう意味でも今回入れてます。今どっちかというとやっぱ冬とか黒のイメージが強い中でミミズがもしかしたらあるんじゃないかと思っての黒です。おいくら、何個入りおいくら前に、これは8匹8匹で、ごめんなさい、そんな入ってる値段はやふやですけど、多分700円はしてない、650とかそれぐらいだと思います。はい、まあ、それの、まあ、今、まあ、お話ししたような感じの、まあ、これが自身、まあ、活躍してくれるよっていうのが、はい、エンジンのシェイクローの認知です。まあ、11月の23日が、まあ、一斉発売なので、まあ、ぜひ冬のまあ暴走リザーバーでお試しいただけたらなと思います。ありがとうございました。